どうもこんにちは、なっちでございます。2月の10日妖怪ウォッチコラボが始まりましたが、私はこっちのガチャを引きます。忘れてました、正直もう配布終了から1週間ぐらい経っちゃったんですけど、こちらのデルカモガチャを全部引いてません。1回も引いてないんで、これを引いていきたいと思います。今回は結構見たよ。知り合いだけでも 2,3 人いたんで、出た人が、まあ、期間が長いというのもあったのかな。とりあえずバレンタインでダイヤ、これ出ないんだよね。最近マジでこのまたカリン出ました、カリンちゃんです。はい、ということで一番下から引いていきましょうか。ネイデルカモガチャからかな。ガチャで相当しようか。ガチャソートのネイデルカモガチャからいきたいと思います。これなんだ、ガムートいきます。40日前ですね、もう1ヶ月以上前。ネイデルカモガチャいきます。よいしょ。他に何が出るか全然知らないんだよね。ダイヤ、ダイヤから何が出るかっていうと、ミオンの奇跡、まあ、なしではないな。これ竜曲海洋神、なんか他のシリーズも作ってほしいよね。さあ、2回目いきましょう。あ、1月1日とかに配られたやつなのか。もうそんな前なんだ、年明け、年越し。消防、何これ、これはなえるわ。最近僕あのポケモンパンをね、あれ食べるんですけど、ポケモンパンのシールからジュゴンが出てきたな。みんなえる、なぜかジュゴンいるんですね、ラインナップに謎だよな、なぜこのタイミングでジュゴンって思いますけど、あり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 、非常にあり。ニーズヘッグはありよ、これはいいよ。ネイよりいいんじゃない、ネイ出てもなみたいなとこあるしね、正直ね。めっちゃうまい、めっちゃうまいやんこれ、素晴らしい。ザッハークいいですね。さっきのあの水のなんかちっちゃいやつからすごい展開。おー、いいよいいよいいよ。セルカドもね、なかなか大変ですからね。さあここで一回ダンジョンボスセレクトガチャを挟んでいきたいと思います。なんかでやったんでしょうねこれね。あなたもね、まあめんどくさいんでありよ。さあね、デルカモガチャいきましょう。あと2回です。6回目かな。よいしょ。お前何なんだ、お前は何なんだマジ。ネイラスト、ネイは出るのか。これ2回引くとかないのかなネイって、ネイ出るかもガチャ7回引いて2回引きましたとかさ、もう勝負。さあ、コットン出るかもガチャいきましょう。ラスです、エノクです。まあなんかなんだろう、最新ではないけどちょっと前の降臨がポロポロみたいな。こいつは進化とかないからなんかね、ちょっと損した気分になりますけど、まあなんかちっちゃい玉よりはいい。は？そんなことあんの？それより下がいたの？だからなんで水しか出ねえんだよ、なんで水ばっかなんだよ。金はやばいだろ、金はもうその時点でさ、コットンとかの希望がないじゃん。ティターニアね、大体だから層は一緒なんだよね、降臨というね。ちょっと現代に近づいてきたね。さあコットン出るかもガチャラスト、もう出る気がしないマジで。もうなんか奇跡でいい、アグにはいらんな、あのザッハークとかその辺でいいわ。もう僕はそう思い始めた。はい、サレーネいきます。おお、いいですね、非常にいいですね。ケツァルコアトルはね、貴族性のあの強い武器とかに使えますからね。武器に使うからねこういうのね、大変ですわ。おお、アリオ
まあありかなしって言ったらありっちゃあり悪くはない、中の上ぐらい。なんかその辺攻めてくるか今回レーダー竜を。ガイアドラゴンの奇跡73もあるんだけど何があったんだ。おー金はダメだって。なんで水ばっかなのこれは。一回木も見たけど圧倒的水率。はい、ダイヤは前提ね。はい、セルケット。これまとめて引くとなんか楽しいですね。やっぱり毎日ねこう朝起きて引くってのも楽しみの一つかと思いますけど、まあ、やっぱこう動画配信者としてはこうまとめて引いた方がね、毎日だって10秒ぐらいのガチャ動画をアップするわけにもいかないから、こうやって引くのが一番いいんでしょうけど。おお、すごい情報量がすごい。この奇跡ベロワになった。何もあと2種類しかないんだ。どうせ出るんだったらイナちゃんがいい。なんでかっていうと持っていないから。持っていないっていうか、もう水の奇跡マジ何なんだ。水の奇跡カッコ中カッコ閉じる何なんだ本当に。中が出るぐらいだったらもう中も金から出てください。じゃあダイヤで期待させないでください。そのイナちゃん持ってないっていうのはプラスがね、最近のガチャは珍しいねついてくるんで、まあ、持ってないっていう話ですよ。でなんかパズパスでもらえるガチャあるじゃん。あれはプラスがついてこないかと思ったらついてくるんですもんね。闇の奇跡ダイだ。ダイレアだね。何気にこんなにダイを絞る必要はありますか。いやまあダイばっか出ても困るんだけど。はい、ゼヘラやばいな。引けると思ったんだけどな謎の自信があったんだけどな。スワローテイルもまあありっちゃあり。でもあのスターリングのドレスがたくさんあるんで、あれを退化させるっていうね手があるんでね。木の奇跡中ラストです。これ大事。中天丸イナちゃんイナちゃんイナちゃん大噂をしたら大来い来いラスね。何パーなんだろうなマジ。普段から1点狙いなんかできない僕にとってはね、非常に厳しいもんだと思いますよ。アザゼル大、なんか木の台がめっちゃ増えてきた。あと3回です。でも無料でこんだけ奇跡がもらえてるってことはいいよね。もう前向きに考えましょう。もうそれでいい気がしてきた。それに感謝し始めた。はい、ゼウスドラゴン、これ最後大事だよ。最後何が出るか大事だよ。イナちゃんじゃなくてもこれ最後誰が出るか大事です。予想としてはね、アザゼルの奇跡。はいはい、マジか。出んかったか。出ませんでした。負けです。僕の負けです。しかしこの男レアガチャでは勝利します。引いたれ。懐かしいキャラ来てよ。この人まだ転生してないんだよね。8周年に期待。バイバイ。